にすがりたいんですよ。森掛け言ってもダメ、桜言ってもダメ。じゃあ国葬見つけた、国葬反対って言うと一応集まれるから。そういう審判が多いんですよね、特に TBS とか、うん、そっち寄りに持ってきたいんですよね、うん、結構。いってらっしゃい。僕は大賛成ですよ。あの、外国の人が来るから、要人が。まあまあ、だからその、もちろん政治的には、はい、すごく外交的にはかなりプラス。はい。むしろ利用した方がいいと思うんですけど、あれ、なんであんなめっちゃ反対してる人たちは反対してるんですか？あれ、反対してる人はもう最後の形ですよね。もうだって、もうボロ負けしてるわけですよね、参議院選挙で。もう完全に舐められてるんですよ。なんかにすがりたいんですよ。で、森掛け言ってもダメ、桜言ってもダメ。じゃあ、国葬見つけた、国葬反対って言うと一応集まれるから。左翼って何なんですかね？左翼ってやっぱりさ、仲間割れをしてさ、仲間を処刑したりするじゃん。ああ、だから。連合赤軍、浅間山荘事件みたいな感じになっちゃうわけじゃん。だから極端なピュアに取り憑かれてるみたいなことなんですか？まあそれはもう。だから俺亡くなられた瀬戸内寂聴さんと対談したときに、はいはいはい。この寂聴さんに対して、その原発、ちょうど原発事故の時だったから、ロジカルにその反原発活動が意味がないというか、うん、良くないっていう話をしたら、はい、いや、堀江君のことはすごいよくわかると。私も理解したと。だけど、うんうん、今更その仲間を裏切ることはできないみたいな。ああ。もう反原発の人たちの仲間じゃない。だからもうそこから抜けられないっていうわけ。だから、是々非々じゃないくなっちゃうってことですよね。そう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 。もうだからそういうのは全部セットだから。安倍側も、反原発も、なんか全部セットじゃん。なんか大体。今回の件は結局その面白いなと思うのはこれだけね衝撃的な事件が起きてなんかちょっとこう喪に服するのかなと思ったら多少は安倍さんをなんかすごい攻撃してった人たち最初はそうでしたねちょっとそんな感じだったのに統一教会の話が出てきてからまたなんかガソリンになんかね火にガソリンをくべたみたいな感じになってやっぱり安倍は悪者だったみたいな悪者だったみたいなことでダーってやってるじゃないですか。やっぱり人間なくなっちゃうとダメですね、うん、求心力ってものをやっぱ失って、うん、みんなの関心って今までそういうなんか政治と宗教怪しいねっていう、うん、そういうことに関心があったから、うんまあ、こういうネタになってくると非常にみんながこう強い関心を示すっていう、うん、そういう傾向があると。でもこれはちょっと僕は何の利害関係もないけど、うん、結構こうまたなんか新しい森友問題みたいなの出てきたなみたいな、うん、もうそういう文脈になりつつありますもん、ね、ああそうそうそう、もうずっと森かけ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 ってずっと言ってたじゃないですか、うん、で今度は統一教会かみたいな、うん、でねやっぱりねテレビ局とかの中にも、うん、そういう審判が多いんですよね、うん、特に TBS とか、うん私の高校の同級生の金平君とかね。ああ、そうですね。はい、報道特集すごいですね。そう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 ですね。だからそういう人たちがやっぱりそっち寄りに持ってきたいんですよね、うん、結構。だからそういう風な感じになっていくのかなっていう、うん、ネット上である特定、個人に対してですね攻撃を加えるようなことをそれをさみんなで寄ってたかってやってる今実際寄ってたかってやってますよね。マスコミそしてそのテレビとかを信じる人たち一部の安倍側の人たちこういった人たちがですね疑惑だとか自民党が悪いとか安倍は自己自得だとかですねそういったことをですねまた言ってるそういった集団でのですね個人いじめっていうのはどうなんだろうと僕はいつもこういった問題が起きるたびに思っております。